トリマーちゃんを売ってます。最近スケジュール設定を使ってて、一人麻雀みたいなシリーズも、まあ、しっかり時間が作れた時にとって、まあ、ストックを作ってあげると、まあ、動画を撮った日と動画がアップロードされた日にズレがある。そのズレのせいで現状と動画内で喋っていることに多少ズレが生じるっていうのは今後もあると思うんで、例えば音の片耳トラブルが片方トラブルが解決したのに、今日アップロードされた動画ではまだ音声トラブル中ですがみたいなセリフを言ってたり、多少ズレがあるので、まあ今後もそういうこともあるんだなっていう目線で見ていただければ助かります。どうしてもこう一日にバッと撮れる時に撮って、その日中に全部あげるっていうのももちろん、ちょっとこれ裏めったか、まあその日中に全部撮ったものをあげるっていうのも一つの策ではあるんですが、6チッパ見て一応こう見る側からしても、1日に15本とかポンと来られても、まあ、大変なだけなんで、まあ例えば10本取れたらストックをスケジュール設定うまく使って1日1本を10回にするとか、そっちの方が、おお、これはそっくり。イースーピン。リーチトン。私が要求。中盤に5が切れてる場合は、1469注意のパターンに入っちゃいましたね。あとは単純に3と8の間4件、スッチッソ。想図ではスッチッソ、一応もう一個の筋スッチッソであればイーソーもケアと。マンズは分かんないですね、まあ、ピンズもまだはっきり1469は見ますけど、じゃあその他安全なのかって言ったらまた話は違いますね。リーチトン、イン6、リーズもトン、千二千、まああとはいいか。今日はそのスケジュール設定で、今撮影している日とアップロードされた日には実はズレがあるので、ただ皆さんが見るのはアップロードされた日に動画を見るわけで、そのアップロードされた動画の内容が必ずしも今の現状とは一致してませんっていうのをちょっと伝えたくて、まあ雑談枠っていうんですか、雑談枠である一人麻雀でちょっとやってみてます。まあこれはまあパーピンパーソーだったらパーソー切りですね。配効率的に言うと。パーソーを切ってもチーソーローソーは使える。パーピー切っちゃうとピンズの上は何にも使えないってなるので、パーソー切っても急ソー引かない、急ソー以外はメンツにはなり得るんで、まあたまたまパーピンにくっついて、ちゃんと並べようか。ウーソーで1メンツ、6球ピンで1メンツ、マンズで多分2メンツ、イーソーを落としていくのかなって感じですね。まだはっきり分かんないです。一応片方トラブルは解決したんですが、これ別に攻め手でもないんでイーソー切りでいいや。
片方トラブルは解決したんですが、若干音が左右ずれてるというまた新しい原因不明の悩みに苛まれています。なんか右と左が本当にコンマ何秒遅れてて、若干エコーがかかってる感じ。むしろどうすればそんな風に音取れるのかが分かんないぐらいですね。そうやって取る方が難しいと。ただまあ片方トラブルよりは全然マシなんで、自分でこう聞いてても、まあ、ベストとは言えませんけど、まあとりあえず聞けるレベルにはなったなと。まああとはちょっといや、どうしてもいや聞きづらいっていう人はちょっとイヤホンじゃな、ないイヤホンをつけないで聞くということを今のところお願いしつつ、まあ解決は一応したいですね。こういうのは今のうち解決しとくと、今後また同じ現象になった時に一度経験あると。これはまあリーチと、解決した経験があるっていうのは強いんで、まあリーチのみ40プで1300リーズモだと5等と。ウッパーワン待ちなんですが、なんだろうな、まあ裏筋のウッパーワンなんですけど、裏筋の数番の裏筋のウッパーワンなんだけど、まあピン付けで進めていて6球ピンは見るかなと。中盤に5が切れてんで1音6球とは見るんですけど、2ピン3ピンが確かどっちか手出しだったんで、あんまり2233から23落として1数ピンはまあありますけど、このウーピンは6球ピンの注意を促すウーピンかなと。想像はちょっと分かんないですね。2と8の間ぐらいかなと。まあ急走は通るだろうと。マンズもまあまたぎ筋とかかな、ちょっとはっきりここだなとは分かんない。とりあえず6球ピンは注意かなと。マンズは、ソーズはまあ真ん中2と8の間、サブロースっちは見るなと。マンズはまた裏筋っていうよりなんかまたぎ筋の方、リャンウーサブローとまたぎ筋に見えちゃうんですが、実際ウッパーワンですね。実際6球ピンの方は入り目だったと。なのでマンズの方から入れば実際は6球ピン待ちと。さっき言ったウーピンの1469、このウーピンは14というより6球注意のパターンに入るとこでした。最近ちょこっとだけと YouTube ライブのペースが上がってて、まあちょっと自分であれこれ試したいというのと、あと動画撮るって結構時間を何て言うんですかね、必要とするというか、準備に実は時間がいると。まあ5分の動画でも実際は2時間とか3時間かかってるとか、そんなのは当たり前にあることで、なんかあんま面白くないハイパイですね。まあ、真ん中チュンチャンパイがうまく綺麗にまとまればと。ライブだともう速攻、今時間あるから今やるみたいなことが成り立っちゃうんで、あとは、まあ、ライブ経験、
ライブはまだ未完成で、あんまり詳しい人もいないんで、経験重ねて人に説明できるぐらいの経験値と、やっぱやってれば何かしらのトラブルが起きて、何かしらの解決策が思いついて、やってないとトラブルすら起きないんで、まあうわ、まあちょっと私実際数層嘘としそうですね。日頃のピンフになればいいなと。ちょっとなんとなく、まあ嘘切っちゃうのもいいんですけど、手出しで4号切っといてサブロス層とかえぐいんでいいんですけど、ちょっと嘘はあの、まあ何かのあんことかもあるんで、ちょっと1個ちゃんと候補は余分に持ってみたり、なんとなくですけど、このこっちの角度、こっちの角度、いわゆる麻雀対局の、麻雀対局ですね、にありがちなこっちの角度、なんか見た目いいなと思って、最近こっちの角度で撮るようにしてます。ちょっと捨て牌がでも以前より見づらいかなと。ただ左手がちょっと使えないんですよね、こっちの方に、左手の方に撮影道具があるんで。ウーマンなんか引くと、まあ日頃の種か、あーとイーペー効果、クワッとウーピン、おお、まあこれはいいね。ピン風のみ天杯一手代わり3色、まあ終盤ですし、何か理由がない限りは闇でいいんじゃないでしょうか。まあピンズモで400700ロンダと1000点と、まあ4より7の方が安全プラス4ゴロと、ピンフ3色残駆積もって1326と、町はサブロッソ、まあ端っこから出てきてピンフ系だなと、ピンフ系の捨て牌だなと。1段目は、2段目は数層嘘手出しなんで、見てる人からするとこれでサブロッソはえって感じですね。特に三蔵なんかは出るかもしれない。マンズはまあ分かんないですね。E1、リャンワンしか切れてない。ピンズは9、8、2、6切れてる。まあ、ソーズは5切れてるけど、1、4、6、9が持ててるんで、まあなんだろうな、あんまり想図は安全かなと。実際サブロスそうになってますけど、想図はもしかしたらそんなに危険じゃないなと。むしろマンズは 1,2 しか出てないんで、マンズの上要注意と。で実際3段目でこう、マンズはやっぱり分かんないですね。 1,2,1,2,8,1 しか切れてないんで、まあマンズは分かんない。ソーズはちょっとこれ分かんないですね。まあピンフ系ではあるんですけど、捨て牌はピンフ系なんで、もしテンパってるんであれば、どこかの両面だとは思いますけど、まあ、まあよく分かんないんで、まだ切れてない筋を注意するくらいの捨て牌に見えます。どうもありがとうございました。